きチャンネル。ちょっ、こんにちは。新事業答え合わせ。さあ、はい、ね、佐々木チャンネルのいいところは開幕前にやったことを、はい、シーズン終了後もう一回振り返るっていうね。そうですね、言いっぱなしにならないから、うん、ね、はい、それがいいところっていうところで、うん、昨年は、はい、新人およそ里崎がこの新眼で見極めましたけど、あれそうでしたっけ、見極めたよね去年は。里崎の新人王当てました。うん、あれ去年の新人王って誰でしたっけ。そんなもん2年前とか1年前の話もう忘れてる。こんなにあれですね、すぐ忘れちゃいますね、うんうん、すぐ忘れちゃう。去年誰だっけ。去年誰だっけ、ね、当てたんでしょ佐藤さん、うん、もう一回当てよう。待って去年の新人王は、うん、ちょっと待って、貫禄はあるけどね。去年の貫禄ある。あ、分かった俺。えぇ、野手投手。分かった、それは言えんよ。え、野手ですよ。それも新人王忘れてるってやばいで。ほんとやばい、マジやばいで。出てこない。もう始まる。若松さんそれもあれやで、もう野球界から追放やで。いや佐藤さんも忘れてたじゃん。いやもう俺は編集できてるから、俺知ってっから。いやこれはやばい。え、先生一瞬で出てきた。もうだって覚えてました、一巡目に指名されてた、うん、ちょらす、そういうところよ。わかった。じゃあいくよ、せーのね。はい、はい、せーの、大勢。そうだそうだそうだ、出てきた。せーせー、あーそうだ、そうですそうです。じゃあちょっとパリーグも、パリーグも思い出そう。パ、パリーグ思い出そう。あ、パリーグは簡単よ、うん、え、誰だったっけ。パリーグは簡単よ。ちょっと分かりました。1年目の選手じゃないから、資格は持ってるけど1年目の選手じゃないから。オリックス。あ、分かった。ん、え、多分この人だった。はい、せーの、宮城。え、違った。あれ違ったっけ。待って、誰だっけ。俺だから多分間違ってるやろうと思って言わなかった。あれ、セーブですよ。セーブ。え、ピッチャールーキーちゃうで。ルーキー中じゃないのか、うん、でも資格がある。あー、分かった、これは分かったなんかもうだいぶ前の気がしちゃってる。そうなんですよ。分かった、うん、これ合ってる。せーの、水上。そうだ、遅いって思い出した。せーの思い出した。さあ、ということで、はい、もう恋しがつかった今年を信じよう、はい、セリーグ、うん、村上ということで、はい、全員不正解です。いや、これは当たんないって。あ、当たれへんの。うん、俺はさ、はい、あの前の動画のこの今、はい、ちょっと出してください、はい、でも、今年は本当に不安です。本当ですか。はい、なぜですか。プロ野球のオープン戦2試合しか見てない。全く知らないですよ。まあ、今年ちょっと WBC と並行して行われてたんでね。いや、全く見てないんですよ、うん、だからもう、うん、勘で勝っていきたいね、うん、はいって言ってましたよ、ね、うん、ちょ、俺 WBC 行ってたから、はい、オープン戦とかキャンプ、うん、侍ジャパンずっと見てて、はい、ほぼほぼ見てないから、うん、分からへんのよ、うん、若いやつとか特に、うんうん、だからもうあのきっちりね、うん、イメージだけでやったけど、それはもうあの松田、森木、吉野っていうね、はい、感じでやったのよ、うん、はい、そしたら、まあ、でも1巡目は私たちみんな吉村、ね、投手を、ね、うん、かなっていうふうに言ったんですけど、そうそう、でも俺吉村行くかと思ったら吉村防御率 4.33 12試合投げて4勝2敗、はい、超想定外やな。うん、そうですね、10勝するんちゃうかと思ったけどね、うん、正直ね、はい、まあ、今年ね、うん、まあ、来年か頑張ってくれるでしょう、はい、で俺増田、広島、うん、ちょっとパッとせんかったな、うん、期待してたけど、そうです、ちょっと投げましたけどね、うん、そうだね、8試合防御率 1.64、はい、うん、だから後半ですけどもね、抑えてんじゃんな、ちょっと期待やな、うん、来年ね、来年ね、うん、森木、はい、全然出てけへんかったな。出てくると思ったけど全然出てけへんかったな、はい、投げた1軍で1試合も投げてないわ、1軍で、うん、で吉野君も DeNA、はい、1試合も出てない、はい、で袴田さん、はい、森下、惜しかったな。まあ、票数でいうと、うん、有効投票総数で306票あるんですけど、うん、村上投手が285票、うん、まあ、圧倒的です、うん、で森下選手が10票だった、うん、に、ね、2割3分の7に、うん、ね、ホームラン10本、41打点、ちょっと打率が、ね、低かったからやっぱり村上には負けるっていうところだけどね、まあまあ、リーグね、優勝日本一ね、まあ、しました、うんうん、で、川野君、はい、ピッチャー、うん、9.48、8試合、うん、ちょっと長らかだったね、ちょっと打たれちゃいましたね。横川、はい、3.95、20試合、4勝8敗、うん、まあまあ、ね、先発でね、はい、投げたね、頑張りはしましたね、うん、
で、先生林、林出たんじゃん。うん、出てましたけどね。CS も出てたんで。うん。うん、出てたんで、ふーってどういうことや。ビリビリやったなと。2割6人。もうだいぶ、もうだいぶ頑張らなきゃいけないね。はい。富田。で。富田ね。富田ね。ちょっと投げたね。4.50。うん。9試合。1勝2敗。船場様。船場様前半頑張ったけどな。頑張りましたよ、結構リリーフでね。36試合。はい。2.70。うん。いいですね。まあ、防御率も2点台でルーキーで。俺が一番誰もあんまり活躍してない。試合してたんだけどね。やっぱ見てなかったから。やっぱ見てなかったから。想像だからやっぱ想像で当たらんで。まあ、私も9割想像ですよ。ちゃんと見てて、ちゃんと見てて。はい。ねえ。うん、で結局票で入ったのが村上投手がまあ1位じゃないですか。うんうん、で森下選手が2位。3位に秋広選手、うんうん、4位に松山投手、中日ね、はい、うん、で5位に桐敷投手が入ると、うんうん、あとまあ広島の韮澤選手、門脇選手の1票ずつ入ってます。まあ他今年新人を資格持ってるので頑張ったのはセリーグだと菊池ね、ジャイアンツ、50試合登板、3.40、4勝4敗で、まあ中地がね、うん、9試合2勝5敗、もうちょっと頑張ってほしかったなっていうね。うん、でも桐敷はね、1票入ってるけど結構頑張ったから、かなり頑張りましたよ、ね、もうちょっと試合投げてて、うん、村上見なかったらワンチャンあったな、うん、新人をね、去年桐敷投手 ね入れてたんですよ、うんうんうん、で松山もね、良、うん、かったしね、本当、うん、まあ、でも村上投手ちょっと圧倒的でしたね、この票数で言っても。そうだね、うん、あと石川達也 DeNA、うん、28試合登板 1.97、うん、これ、うん、新人王は取れなかったけど、ちょっと来季に向けてね、うん、かなり楽しみな存在だね、はい、惨敗やな、俺。でも俺のせいじゃないから、俺の期待に応えれなかった人たちが問題ある。あー、俺が選んだのに、うん、俺は期待してたんだけど、うん、ね、うん、まあ、でもそこは期待してたって言っても想像でしょ。ね、想像でも、はい、心理の中に、はい、あることがすごくない。まあ確かにね、そうですね、佐野さんの中にいるわけですもんね、うんうん、これ、逆に言うと、うん、見て判断されるよりすごいよ。そうですね、うん、見てないのに、うん、多分すごいはずと思っていけそうだ、いけそう、多分いけると思うっていう、はい、うん、見てなくて想像の中でも凄さを残していることが、はい、この3人はすごかったんだけど、あ、そうですね、うんうん、でも俺の期待に全く答えてくれなかったから、まあ、増田投手、来年期待ですね、楽しみですよ、うん、でもまあ森木もね、若いからね、うん、ここからだし、はい、まあ、吉野君もね、うん、DeNA ね、ここからだから、はい、まあ、なんとか頑張ってもらいたいっていうところと、うん、でも3人表明は吉村なんですかね、3人の本命は、うん、確かに、うん、揃ってるわけですから、うん、誰も当たらなかったですよ、揃ってても、コンディション不良もあったし、ね、頑張ってもらわないと、うん、ようやく最後のがアジちゃんで、うん、アジちゃんで頑張ったけどね、あ、もうアジちゃんとか言ったら、もうお前飯の方かと思っちゃう。アジちゃんいや、誰も当てれなかったね、はい、うん、うん、まあでも村上投手をなかなかこの開幕前に出場予想してた人っていないんじゃないですか。でもこの俺ら3人が選んだ9人の中から、はい、里崎チャンネル候補者 MVP 新人王だったら森下だな。まあそうですね、この中だったらね、はい、うん、あ、ってことは私じゃあもう勝利でいいんですか。ん、私勝ち、勝ちじゃねえよ、新人を選ぶって言ってんじゃん。仕方ないからこんなから選ぼうかってなった時に、はい、まあ、佐々木チャンネルが期待してた新人を資格ある選手の中の MVP は橋野森下。おめでとうございます、うん、トップでしたね、うん、来年ね、2年目のジンクスに負けないように頑張ってもらいたいっていうところと、はい、他の選ばれた選手もね、うん、これまたあの来年まで取っとくから、はい、あのこっからまたあれしようよ、こっから来年、うん、新人王の資格まであるやついるじゃん。あ、いますね、ね、はい、だから引き続きちょっと観察していこう、うん、森木投手とかあるじゃないですか。ある、吉野もあるし、うん、はい、ね、うん、あの試合数出てなかったらね、はい、あるからね、うん、そういったところはちょっとまた見ていきましょう、はい、継続して見ていきましょう、はい。